お疲れ様でした。お疲れ様でした。まずはこちらで手指消毒をお願いいたします。はい、はい、ありがとうございます。皆さんもしましょうね。ゆうゆうライブコンサートにご出演いただきありがとうございます。こちらこそありがとうございます。今までのコンサートとは違い、はい、インターネット配信で世界中、はい、遠くの方へもこのコンサートが届く、はい、新しいコンサートスタイルですが、はい、いかがでしたか？もう本当に全国の皆様に、私の歌を届けることができて、こんな素晴らしいコンサート本当に感謝いたしております。コロナ禍の中ですと声を出しての応援ができないということで、ご来場いただいたお客様全員に光るうちわをプレゼントいたしました。ステージ上から見て光るうちわはいかがでしたか？綺麗でした。なんかすっごくたくさん応援されてるっていう感じで、私としても幸せなひとときを送らせていただきました。配信チケットをご購入されたお客様からの応援コメントがステージ上でご紹介されていましたが、はいはい、いかがでしたか？はい、やはり知り合いの方ですので、ステージっていうのはやはりずっと一人で立ってるっていう歌手にとってはそういうイメージが強いので、やはりああやって知り合いの方、可愛がってくださってるファンの方がちょっとこうコメント来てますよって言われると、なんか一緒にステージに立たせていただいてるような、そんなとっても温かい気持ちになりまして、幸せでした。映像でも綺麗なステージを配信でご覧いただいているお客様にもお届けできるように、はい、舞台照明などたくさんこだわっております。はい、すごいです、ね、いかがでしたか？もうびっくりしました。もう照明もすっごく綺麗ですし、あと横からね、なんていうんですかね、あの煙みたいな、すごい豪華に、ゴージャスと言いますか、ゴージャスにドアッと流してくださいまして、で照明も私が結構ダンスが好きなので動くんですけど、全部ちゃんと追いかけてくださって、幕も素晴らしく綺麗くて、もう素晴らしかったです。ありがとうございます。本日歌われた曲の中で1曲 PR をお願いいたします。はい、はい、今あの人の好きな歌という歌を頑張らせていただいております。もともとは、杉本正人先生にたくさん曲を書いていただいております。全ての曲素晴らしいんですが、その中でも今一番頑張ってる曲、あの人の好きな歌、大切な人を亡くしてしまったけれども、それでも元気で頑張って生きていくという強い女性を描いております。もし皆さんよかったら、お歌になったり歌詞を見ていただいて、気持ちをじんと同じにさせていただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。またゆうゆうライブコンサートにご出演していただけますか？はい、したい。それでは最後に視聴者の皆様、ファンの皆様へ一言お願いいたします。本日はどうもありがとうございますが、したこれからますます、そうですね、皆様に見た目、衣装だったり、それから美しく輝いて、そして歌の方もますます力を入れて頑張っていきたいと思いますので、今後ともよろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。ありがとうございました。よぎりのがんに包まれて静かに眠る今にも泣き出しそうなどこどりの滝のたもとで何をしたいの、恋さん一声声かけたいな、おさの人泣いて
いるのか、笑っているのか、泣かなわばかり叫ぶあなた、行って行って晴れた後振り向かない「あなた好きです札幌」「好きです誰よりも」「雪の重さに耐え抜いた耐え抜いた」「ライラックの小枝に」花が咲く頃、爽やかな風とともに訪れる。恋の気配に振り向けば、緑に映える赤レンガ。好きです札幌、好きですあなた、好きです札幌、好きです誰よりも。道行く誰もが見えるよ君に、二人で帰ろう出会った街へ、胸にしっかり抱きしめたなら、投げた別れの横波が、ザンザザザンザザザンザとよ、ザンザザザンザザザンザとよ、女心揺さぶり回す熱い血潮がのたうち回には抱いても情けはんだけぬ、未練から恥が騒ぐ、よされよされと流れ